久保さん、まあ、人件費問題はね、人件費の問題はもうあのもう最大の悩みなんじゃないかなと思いますけどね。まあ、なんか時代に合ってないですよね、もう昔はやっぱその個人で稼げるプラットフォームがなかったので、会社に属さないと給稼げない、給料もらえないという状態でしたから、もちろん大昔から、ね、自分で事業をして、ね、なんかやるっていうのはありましたけど、これはリスクがありすぎるので、 フラ,フランチャイズにしてもそうだし、なんかそのカフェやるにしてもそうだし、飲食店やるにしてもそうだし、お金必要だったんですよね。今は別にお金なくても、今日から自分でビジネスできるんですよ。カメラに向かってね、まあ、iPhone に向かって喋ればいいわけですからな。なんかできるわけですよ。だから今と昔は違うので、うーん、だ今の考え方もちゃんと入れないとダメなんじゃないかなと思いますけどね。でも多くの人は、その、 その新しい考え方を入れないと。だから久保さんがすごいなと思ったのが、やっぱ、久保さん、まあ僕も昭和生まれですけど、久保さんなんかも、昭和に生きたみたいなね、わかんないですけど、なんか、昭和じゃないですか。<laughs> ね、だけど、平成、令和、えー、こちらの概念も、ね、しっかり入れて、あのー、やったっていうね。うん。だからまあ最初は入らなかったかもしれないけど、とりあえずやったっていうね。 みんななんかその否定から入るんで。だ否定から入っちゃうと、うん、まあいい時もありますけどうん、あんまりうまみは取れないですよ。みんなが肯定した時に肯定してたら、そ利益取れないじゃないですか。うん。だその、YouTuber で言うならば、ヒカキンさんが一番今利益を取ってるわけですよ、多分。 ね、もう多分何百億ぐらいあると思うんですけど、うーん、それってなんでかっていうと、みんな YouTube を否定してたわけですよ、最初は。ねえ、そうじゃないですか ?YouTube って何それみたいな。何変なことやってんのみたいな。でもそんな時期からね、ヒカキンさんずっとやってたわけじゃないですか。もうヒカキンさんのポジショニングを取れる人って多分いないですよ。YouTuber といえばヒカキンっていうこのポジショニングを取れる人はいないと思いますけどね。 もちろん、まあ、ちょこちょこは出てくるけれども、ヒカキン越えをできる人はいないと思いますよ。うん、これは間違いないですね。そうだから、その、できるだけ早く行動する、できるだけ早くやっとく、で、大衆が肯定していなくても、自分の中で肯定していくっていう、自分はこうしたいっていうところで、なんかその、取り入れていくといいんじゃないかなと思いますね。うん、で、さすがにこれ、ここまで波が来てね、 でも、これ、YouTube ってすごく僕、おいしいなと思うのが、久保さんも思ってると思いますけど、確かに昔に比べるとライバル多くなったんですけど、まあ、僕とか久保さんはね、発信してやりましょうって言ってる側なので、めちゃめちゃ露骨にわかるんですけど、まあ、参入商品がクソ高いですよね。まあ、僕からと久保さんからすればやればいいじゃんっていう話なんですけど、みんなやれないんですよ。認知度はめちゃめちゃあるのにやれないんですよ。やめていくし。 こんなのもう価値しか見えないですね、僕、僕からすると。どうすかね、久保さん。価値しか見えないですよね。だってみんなやらないし、みんなやったとしてもやめていくわけじゃないですか。で、だけど、世の中の、あの、認知度っていうのが、めちゃめちゃ高まってるわけですよ。だからこの前、その、労働組合の、なんかその、ピンポンしてきたおばさんに、ね、あの、何、授業何やられてるんですかって聞いて、いや、あの、YouTube、動画広告です、みたいな。 あ、今流行りの YouTube ですねっていう。多分ね、60歳ぐらいの人だったと思うんですけど、もう認知されてましたからね、YouTube。ああ、YouTube ですね、みたいな。YouTube ありがとう、みたいな。これね、ネットでなんかやってますってね、なんかね、その難しい、なんか説明めんどくさいんですよ。ネットでコンテンツビジネスやってますって言っても、何ですか、コンテンツとかね。何ですか、それみたいになっちゃうんで、まあ、昔までは広告ビジネスで、広告代理店やってますとかね、広告ビジネスやってますみたいな。まあ、広告代理店だったら、なんとなくね、わかるじゃないですか。 まあそんな感じで説明してましたけど、今 YouTube でこと足りるので、あ、YouTube やってますみたいな。あ、YouTube やられてるんですね <laughs> みたいな。ね、久保さんも昔なんか YouTuber だみたいなね言われたって言ってましたけど、本当ね、ありがたい。一言で終わるんで。あ、YouTuber です。終了。<laughs> え、何やられてるんですか ?YouTuber です。もうそれで通じるんで、言語が。超楽っすよ。めちゃ楽。で、みんな見てるし。みんな見てるけど発信する人少ないじゃないですか。超良くないっすかこれ。 ライバルもいないと言ってもいいんじゃないかなぐらいですよ。激アツですよね。めちゃくちゃ激圧。うん、だからまあ、これでもやらないんだったら、もうセンスなさすぎですよね。ここまで認知度も広がって、ここまで芸能人も入ってきて、ここまでなのにやらないっていう。でもやらない人の多くは今からじゃ遅いと思ってるんですけど、そこの視点がね、あビジネスセンスがないですよね。<laughs> 今からじゃ遅いっていう。 僕からすると全然遅くないですね。全然遅くない。もはやまだ早いですね。まだ早い。<laughs> うん。国民一人一人が仮に YouTube のチャンネルをやったとするならばそれは遅いかもしれないですね。まあそれはまずないので。多分僕が生きてる間はないですね。国民全員が YouTube のチャンネルを持って発信してる人。まあ、まずない。うん。だから今からやっとけば、まあある程度のポジショニング取れるし。うん。 ただし、その国民一人一人が YouTube のチャンネル持ってますって、もし仮になった場合、仮にですよ。100年後とかわかんないですけど、なった場合は、それはちょっと難しくなってくるかもしれないですよね。だって、やってて当然なんで。わかりますやってて当然っていうね。<laughs> これは、あの、すごくそのスキルアップが必要ですよね。他との差別化で。でも今は、もちろん今も差別化は必要なんだけれども、みんなやらないし、 ある程度続けてれば勝てるっていうね、もう再三取れるんですけど。で、こ,これでやっていくと、もうずっとやってるから、結局ファンもつくし、結局固定客つくしっていう話で。久保さんもずっと見てくれてる人いますよね。YouTube ライブもずっとさんなんか参加してくれるって人が来てるもいるだろうし、これずっとやってるからです単純に。うん。だからタイトルどうしてみましょうか。YouTube は今が熱いとかにしておきましょうか。いってらっしゃい。